イルマイナス2、マイナス2飛行するイルマイナス 2M3 試作機イルマイナス2は、ソ連の入りシン設計局が開発し、ソ連空軍などで運用された攻撃機。第二次世界大戦において、ソ連軍の主力対地攻撃機として使用された。各形式を合わせての総生産機数は36,163機で、これは軍用機史上最多である。乗組委員の中では、 大変人気があり、あるパイロットはこの航空機に捧げる歌を作曲した。なお、本機を指して、シュトゥルモビークという名称が用いられることがあるが、これを直訳するならば、襲撃機であり、ソ連軍において、対地攻撃任務を主とする軍用機を指す、軍用航空機の区分である。しばしばいるマイナス2が、シュトゥルモビークと呼称されるのは、 本機がその中で最も有名であることからついた通称であり、本来は本機を指す固有名称や愛称ではない。ベルリン上空を飛行するイルマイナスにイルマイナスに、東映ズイルマイナスには1938年にソビエト中央設計局の設計主任、セルゲイ・リューシンを長とする設計チームが開発した TSKB-55 を発展させた対地攻撃機である。 当初は BSA-1-2 として開発され、その後、採用に伴い機種は10、シュトルモビークと改められた。原型機の TSKB-55 は1939年に完成して初飛行した。その後、軽量化短座型の TSKB-57 が1940年10月に初飛行し、各種試験で高い性能を示した。そのため、 試験審査の終了した1941年6月より、イルマイナス2と解消されて、直ちに量産が開始され、実戦部隊への配備が進められた。装甲軍用機自体は、第一次大戦中に、すでに追求されている。ただしエンジン出力が貧弱、装甲の重みにより完成した機体は鈍重で、運動性能が非常に低かった。このため、 実用レベルに達したものはごくわずかであった。ソ連において走行された攻撃機の開発は1920年代半ばから開始された。ポリカールポフ R-5 を回収した TSKB-6 改良型の TSH-2。1933年には低翼単用固定脚の TSH-3 が作られた。1938年2月。 セルゲイ・イリューシンは走行を備えた新しい攻撃機の設計案を提示した。彼のアイデアは認められ、原型機三機の製作が指示された。イルマイナス2は複雑型として開発が開始された。イリューシンはイルマイナス2の胴体のほぼ全半分を後半で作った。通常の航空機のように後から走行を取り付けるのではなく、機体の外反そのものがモノコック剣走行であり、 骨格構造、外反、防浪ーーゴム、走行板を省略でき、これにより軽量化を図っている。このような走行板を作ることができたのは、プレス加工で局面を形成できる、高張力工が開発されたからである。設計が進むにつれ、重量増と航続力の不足から仕様を短座に変更した。走行圧は、エンジン全部が 6mm。 エンジン側面が4ト、mm、ル、コックピット側面が6ト、mm、ル、操縦席背面が1 2ト、mm、ルであり、これらの装甲の重量は7 0 0ラムを超えた。イルーシンはこの装甲部分にエンジン、冷却機、燃料タンク、配線、補給類、パイロットを配置した。操縦席の背中と座席下と軽基板の前に燃料タンクが配置されており、パイロットは燃料に 包囲されて飛んでいる状態であった。冷却機構は特徴的で、冷却用空気は、被大確率の低いエンジンうわつらの吸気口から導入され、ダクトを通じて、胴体内の冷却機を通り、胴体下方へ排出される。ただし、冷却能力は不足気味であり、活油冷却機は胴体に設置できず、走行した上で胴体仮面に設置された。 イルマイナス2の胴体後半と垂直尾翼は、ジュラルミン不足のため木材やデルタ合板を使用した。なお、対戦後期には、供給量の増加したジュラルミン製で、約 100kg の重量を軽減に成功した胴体部品も作られたが、生産ラインの関係から対戦中に、これを採用した機体は、少数にとどまり、多くは戦後になってから、 デルタ後半製胴体を置換するパーツとして使われている。主翼は38.5平方メートルと、環状攻撃機並みに巨大な翼面積を持つ。これは大重量の機体を飛ばすためであり、初心者でも安定した飛行ができた。後の回収により、重心位置を交代させて、バランスを取る必要が生じたため、イリューシンは外翼に交代角を持たせた。 大きな主翼と重量のため、本機のローリング性能や速度性能は、決して高くなかった。爆弾層はこの翼内部に設けられ、1 0 0ラム爆弾を専用に用い、最大搭載量は6 0 0ラムである。さらに翼内に、主爆2 0ト、mm、ル機関砲2門、主化ス7 6 2ト、mm、ル機銃2丁を備えた。これは後に、機関砲が強化され、 バイア -23-23mm 機関砲に乾燥された。主脚は後方引き込み式であり、格納後もタイヤの一部がフェアリングの外にはみ出していた。これは不時義時に機体の損傷を抑えるためである。主脚の作動には空気圧または手動を用いた。なお、交代角のついた外翼部は試作型では全ジュラルミン製、量産型では木製型に、 ご板張り、あとに金属桁に、デルタご板張り、材料の供給が安定した後期には全、ジュラルミン製に戻っている。エンジンには AM、AM-34FRN、あとに AM、AM-35 が用いられた。これは離小出力1350馬力の液冷エンジンであり、1939年10月2日に初飛行した。 さらに1940年10月には、低空での出力を増強した AM-38 が装備され、初飛行した。全微重量6トンの屈強な襲撃機の完成であった。イル -2 の運用国領産初期のイル -2 は、軽量化のため、試作型 TSKB-55 にはあった、重主席を廃した短冊機であったが、後方機銃がないことから、 敵戦闘機に反撃できず損失が激しかった。このため、前線部隊では後方に向けた固定機銃を装着したり、次元進艦付きの迫撃砲を撃てるようにした機体もあった。そこで改良が行われ、装甲を強化、複雑化し、12.7mm 後方機銃を装備した l -2M が生産された。生産ラインの変更、重量増。 重心位置の移動の解説系などの手間から全周防御が施され特に背面は 12mm の装甲で守られた操縦席に対し重手席は後方からの銃撃から胸から下を守る 6mm 厚の限定的な装甲しか施されなかったこのため重手の死傷率はパイロットの数倍に達した完全な装甲防御の施されたタイプは戦争も 末期になってからでなければ登場しなかった。その後、主翼に途中から、交体革が付けられたイル -2M3、37mm 機関砲や 45mm 機関砲を、翼カポットに搭載した渋滞戦車、シュトルモビーク型、魚雷を搭載する雷撃機型、エンジンを変更した機体など、多くの派生型が開発、生産された。 なお、イルマイナス 2M やイルマイナス 2M3 等の名称は、正式なものではなく、型を区別しやすくするために構成につけられたものである。戦後は、ポーランド、ユーゴスラビア、チェコスロバキア、ブルガリア、モンゴルなどいくつかの国で使用されたが、多くの国では後継型のイルマイナス10で代替され1950年代には、退役した。また、 朝鮮戦争でも中華人民共和国義勇軍機や朝鮮民主主義人民共和国軍機として使用された。37mm 機関砲ポットを装備したイル -2 から37国立航空博物館のイル -2 ウイジンは1941年6月27日、第4航空攻撃連隊により5機がドイツ軍を襲撃した。機の主翼に機関砲弾を受け、 大きな穴が開いたものの、帰還した。しかし、対地攻撃任務は過熱であり、胴体はその後の12日間で427回、出撃し38機を喪失、パイロットは18名を失った。1日あたり36回の出撃である。総高圧から見ても、ドイツ軍機の2 0ト、mm、ルや3 0ト、mm、ルといった、大口径機関砲弾の制撃には耐えられないが、角度や距離、 玉種によっては、引くこともあった。また2 0ト、mm、ル榴弾の命中した写真があるが、装甲箇所の損害はわずかに凹む程度である。短座型は、後部銃座がなく、運動性と高速性能に劣るため、敵戦闘機に必要に銃撃をかけられた。統計によれば、この時期、8から9回の出撃で一機が失われることもあった。攻撃機全体の統計としては、 対戦全体を通じ53回の出撃で一機が失われた。イルマイナス2が攻撃に使用したのは、ロケット弾と成型作薬爆弾のコンテナだった。ロケット弾はよくかにレールを装着し、合計 82mm の RS-82、合計 132mm の RS-132 を8内し4発搭載した。命中率は低く。 戦車に対し高価角度三十度、距離三百メートルまで近づいて発発を全弾正射した場合、命中率は二十五パーセントだった。九百四十三年七月、クルスク戦においてトブが用いられた。重量一点五キログラムから二点五キログラムの弾頭を翼内爆弾層に搭載二百発を投下し、高価範囲は高度三百メートルから攻撃して、 幅15メートル、長さ70メートルほどを追った。イルマイナスにはこれを変隊を組んで、投げ網のように投下した。クルスク戦では46機と33機のグループが、戦闘機の護衛の下で進出、ドイツ軍戦車部隊に攻撃。偵察写真では200両以上の車両が放棄されたと、戦火判定された。さらに23ミリメートル機関砲の鉄鋼弾は40度以上の、 高価格で距離400メートルからドイツ軍中戦車の上面を貫通可能とされたが、ビルマイナス -2 がそのような軌道で攻撃をかけるのは困難だった。アレクサンドル・イェイモフ隊員は1942年夏から222ミッションに出撃した。戦火は戦車126両、航空機85機、機関車30台、大砲193門。 対空機関砲43門を撃破した。さらに空戦で7機撃墜したとされる。ただし地上攻撃の成否の判定は、空中からでは難しい面がある。イルマイナス2と後継機のイルマイナス10は、合わせて1759機が戦闘で失われた。ものの、東部戦線でも多いを振るい大独占の勝利に貢献した。 ワルシャワの博物館のいる -2 いる -2 の登場席博物館のいる -2 いる -2 及び、いる -2 から37平面図 LDNHK 飛行機の時代後、第二次大戦の主役たち。ありがとうございます。